アイアンバタフライはアメリカ合衆国出身のサイケデリックロックバンド。ハードロックやプログレッシブロックのルーツともされるグループの一つでアルバムガダダビダのヒットでも知られる。最初の解散以降から最終号を繰り返しながら過去作品からのリバイバルを主体に活動している。百六十六年にサンディエゴでダグイングルと後にライノセロス、 ENA クダニー・ウェイスを中心に結成した。ウェイスは、レコードデビュー前に抜け、ファーストアルバム、ヘビ発表後、ダリル・デ・ローチが、脱退、1969年末まで、イングル、リードーマン、ロンブッシー、エリック・ブランの4人で活動する。自作となる、セカンドアルバムのタイトルトラック、17分に及ぶ、ガダ・ダビダがヒットして注目された。サードアルバム、ボール発表後に、 ブランが脱退、マイク・ピネラ、ラリー・ラインハルトが加入するも、1971年に解散する。ピネラは、カクタスなど、ドーマン、ラインハルトは、キャプテン・ビヨンドに参加した。1974年に、ロン・ブッシーとエリック・ブランにより再結成。解散前のメインのソングライターであった、ダグ・イングルとリー・ドーマンが、不在のため、発表された2作品は、 解散前とは異なる音楽性の作品となった。一時1986年は完全休止したがライブ中心に活動。2002年から2012年までの中心メンバーは、ロンブッシー、リードーマン、チャーリー・マリンコビッチ、マーティン・ガーシュイッツ。2003年7月25日、エリック・ブラン死去。2012年12月21日、リードーマンが死去。 70歳没。2015年の再始動から、オリジナルメンバーは、ロンブッシーの店家を残しているが、ライブには、不参加の状態となっている。ドイツ公演ロンブッシー2005年。ありがとうございます。